写真拡大。第101回全国高校野球選手権大会甲子園練習第2日2日甲子園球場。今春選抜準部員の習志野、千葉が登場し、20分間聖地で汗を流した。練習を見つめた小林徹監督は、思ったよりも普通に動けているかなと頼もしれ、春に届かなかった頂点へ上々の感触をつかんだ。選抜では星稜、石川との2回戦でサイン連達疑惑が浮上。大きな話題へと発展したが、全く何も言いませんでした。試合が終わった段階で彼らには何の注意もいただいていないと改めて否定した。選手も騒動の影響を感じさせずに今回の千葉大会を勝ち抜き、2期連続の大舞台となった。春のファイナリストとして資料、データ取られている。何を意識するとか、箸なくていいと丸裸にされることを覚悟で、自然体のまま挑む。